はい、チェックインでございます、今日はね、阪急交通社のツアーで来ました。いきなりトイレから。あ、清潔ですね。ここは、あ、バストイレかな。あ、バストイレじゃなくてお風呂場。温泉があるんでね、温泉浴場があるので、ここを使うことはあんまりないと思いますけども、はい、お部屋。お、なんかいい感じ。明るくていいですね。そしておしゃれでね、ほら、なんかちょっと違うよね。ほらほら。なんかメッセージも書いてあってね。和な感じでいいですね。かわいいよね、ほら。コーヒーとか紅茶が入ってますね。お菓子も入ってて。浴衣とかね。これ持って温泉行くんでね。どうは？コップ。これは？これなんだろう。あ、これもお茶ですね。おしぼり。あ、ミネラルウォーター2本付き。ありがたいね。お化粧台、そして冬の大展望ですね。あー、向こう側は蔵王のスキー場ですね。いやー、展望がすごい。これ開くのかな。開かないよね。いくらなんでも開くのかな。ちょっとわかんないけど、開いたら開けてみます。ということで、正式名称、蔵王温泉若野宿若松屋さんでございました。非常に素晴らしい旅館でございますね。くつろぎたいと思います。窓開きます。はい、こんな感じ。外は氷点下、今の時点でマイナス6度って言ってましたね。あ、雪煙が、雪煙が舞ってますね。強風で寒っ。稜線はもう完全に雲の中で、今日の夜樹氷のね、見物を予定してるんですけども、僕は行くのやめようかな。ガスってて何も見えない樹氷っていうのはね、私昔見たことあるんですよ。で、今日またそれ見に行くのもあれなんで、くつろぎ、旅館の中でお酒飲んでまったりしたいと思います。はい、以上でございました。乾杯しようよ。乾杯。うさぎさん、なんかうさぎがテーマのね。こちらの
ただきます。おいしい。これやばいかも。あそこ山おいしい。Thank you.